はい、ですね、ここは御殿場駅だから本当もう 100m ないぐらいのエビせんべいの里っていうお店です。ね、コロナ前は結構せんべいをそのままね、あの試食でいくらでも試食を食べれたんですけど、今どうなってんのかな、ちょっと行ってみたいかなって思います。もうね、透明のすぐ横で インターからも 100m ないぐらいですね。試食コーナーは、アルコール消毒してトングを取って1枚お取りくださいということですね。アルコール消毒、うん、一応あるんだ。うん、それでトングを1個取る自分で、お皿を1個取る。手をかざすと、あくまでトングを取ります。で、お皿取ります。そうすると、まあ、試食が、まあ、ちゃんとこういう風になってるんですね。いろんなものが試食できるようになってます。試食したいものをこうしたら、こう取って、ここに取って、うん、で食べる、うん、で食べる、自分が試食するもんだけ取ってね、うん、そうそう、食べ終わったらあの赤いところ見ていい？いいよ。あそこで機械茶なめ、そう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 、ね、1枚にしときな、試食だから。すごい種類いっぱいあるね。玉ねぎせんべい。玉ねぎこれ。うん、そしたらここでこれは返してください。ここで、ここが何、試食エリアなの？ここは試食エリア、ここが試食エリアで、
出た？うん。見して、おー、豪華じゃん。お母さん向こうかな。ちょっと2階行ってみよう。なんか移動した。今日は富士山はここから見えないね。やってるのかな。見に行ってみようか。見たらおせんべい体験、作り体験。皆さんはやってたよ。行こう。ここで皆さんやってくる。うん。これは昔のおせんべいを作る道具ですかね。エリアがあって、まあ気に入ったものを買えるようになって、まあ、あのコーヒーとかも飲める。で、まあ2階がこんな感じ。ちょっと今なんかね、あとですね、いちごジャム体験コーナーっていうのをやってますね。いつもはせんべいを作るような体験があったんですが、前はね、こういう自分でせんべいを作れたんですよ。で、いちごジャムだっ
今はですね、いちごジャムの体験ということになってますね。はい。おせんべいのやり方、もう一回説明するね。真ん中、鉄板の真ん中にそこに流し込む。そうそうそう。で、それで挟んでやる。覚えてるね。低い位置から早くやっていただければ穴開く確率が少なくなるので、できれば早めに落とし切ってください。じゃあ頑張って。右引き、ほら、鉄板ないでやれよ、お前。で、落とし下げて、こっから、そうそうそう、おりゃーで、おりゃ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 、落とし切ってる、落とせてる。でも焼けてる音がバチバチ。OK?OK? OK? はい。いいっすよ。ありがとう。やっかんで。なんかすげえ焼けてるけど、ちょっと中心におせんべいの位置早っ。あ、早いね。まあ、めちゃくちゃ熱い高温で焼いてるから、そうだね。30分経ちましたら、自動がありますので、それまでお待ちください。爪で触ったら溶けちゃうの、それは。爪で触ったら、手が、じゃあほら、開けて。じゃあ、OK。じゃあ、ここ、クランクで。よいしょ。あ、まあ、泣いた。お口が。あ、いいかもしれない。お口が。これ、ほっとく。気にしない。こちら、検査だけいたします。おせんべい乾かす機械です。ああ、お湯かけしたらあの中に入れるから、ね、はい、どっちも醤油、こっちがね、醤油で、こっちがソース。どっちも醤油とソースで絵を描くんだ。ソースの方がちょっと濃く出るので、あ、色が違うので、はい、お好きな方を使っていただいて。じゃあ描いてある。じゃあエンダーマン描こう。細く電話がない。そうそう。うん。エンジョーマン。あとは醤油で。それ。そういう、あ、なんかいるの、そういうキャラの。ワープする、周回転するもんね。裏側にも加工。え、裏側に加工？表だけなんですよ。表だけなんだって。うん、乾かないからさ。そう、乾かない。クリーム。じゃあ、もっといろいろ書け。隙間に書いたら、隙間に。ソースつけたら、ハロー。ソースで。そうそうそう。醤油でもいいけど。いいよ、もうこれ。オッケー？完成？うん、完成。乾かす機械に入れよう。間に優しく入れてください。来た、流れてきた。
市場に投入したやつが出てきた。暑い。暑いね。大丈夫。おうちで美味しく食べる。おうち帰ったらおうちで美味しく食べる。いっぱい食べて。おうち行ったら。一応完成してこういう写真撮影もねしてくれて、320円の体験でした。もう何回もこれやってるんだけどすごい安いと思います。おすすめですね、お子さんがいらっしゃる方は。